釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回もですね、クリンチノットの仲間で、クリンチノットの結び方なんですが、ダブルクリンチノット、やっていきたいと思います。正確な、ね、ダブルクリンチノットです。こういったね、スナップとかちょっとつけてるとくるくる動いてしまって分かりづらいんで、スナップなしの、こちらのね、ルアーに、ね、直接結んでいきたいと思います。でね、早速ね、解説しながらやらさせていただきます。まずですね、金具にね、ダブルクリンチノットね、トライレンノットとも言います。下からライン入れて、で折り返して、今ね、この線ね、この線の手前側にね、折り返して入れます。もう一回手前側に、もう先ちょっと、そこにね、こう輪っかができるんですが、こういう感じでね、でこれを、まあ、横から見ると、一番上に本線が来て、真ん中に輪っかが来て、一番下に端線が来る、こういう形ね。ここね、ちょっと拡大してお見せしようかなと思って。こういう形なんですが、拡大ね。形としては、ね、本線はここね、今閉まってますが、輪っか。これが今通したやつ。このね、輪っかはね、残しておくんですが、こういうふうに。このね、でっかい、ちょっと拡大した状態でやってますね。ここに入れて、ね、下から入れたら、この本線の手前側、手前側にいいと思う。もう一回金具に通します。これこういう感じ、ね、下から入れてくるっと回して、輪っかの一番下にこれが端線が、そうするとね、輪っかがこうなりますから、ここを押さえていただいて、一番上がね、これね、一番上、真ん中、一番下。で、この一番下の糸を本線に、ちょっと戻しますよ。本線に4回くぐらせます。くぐらせると、手前から向こうに。4回やったら、ここね、指でね、実はね、輪っかをね、こう押さえてるんですよ。輪っかが2つできてるんですが、ここを押さえてました。ずっとね。で、そこの輪っかの中に、下から、下から入れます。下から2つの輪っか。で、ここをね、短めに持ってください。で、これでね、ゆっくり締め込んでいきます。なので、ここにちょっと椿をつけていただいて、で、本線と端線をね、ゆっくり、気持ちね、本線が強めに。で、端線がね、ちょっと引ききれない場合が多いんで、ここをね、ちょっと、口でくわえていただいてね、歯とかでね、ぎゅっと引っ張るとよろしいと思います。自分の場合はね、プライヤーでやらさせていただこうかな。プライヤーが、ちょっと今プライヤー持ってきますね。失礼しました。プライヤー持ってきました。皆さんもここね、口でちょっと噛んでいただいて、で、ギューッと引っ張ります。
で、本線はね、メイン。ね、ここの形がね、いまいちこう崩れたような感じになってますが、ちょっと拡大してみましょう。見づらいな。しすぎかな。こう上の方でもね、ねじれてないし、下の、反対側も ねじれてない状態で、この時にこのコブをね、ちょっと下にこうギュッと持っていって、音声をね、ギュッとしっかりかっちり縛っていきます。で、余ったラインはこうやってよく見えるかな。こっち側ね、正面、こっち側、裏側、見づらい。じゃあもう一回ね、やりますから。このぐらいの倍率でやった方がいいかな。もうちょっと手元が見えた、わかりやすいかもしれない。ラインを下から入れて、下から入れて、すべてのライン手前で出す距離は、ね、15センチぐらい出して、で輪っかのすべてのライン手前ね、手前に、で離していただくと輪っかができますから、本線、輪っか、上からね、本線、輪っか、先糸で、この先糸を見づらい、糸を手前からね、本線に立つ、下から手前からこう巻いていく、こう1回、2回、3回、4回で、まあ5回目にこの2つのラインの下から入れる、下から入れて押さえて、で軽く絞ってやる。で、ある程度形ができて崩れないような形になったら、こう湿らせていただいてね、つまんでギュッと絞っていただいて、で端線も歯で噛んでいただいてギュッと絞る。そうするとね、よくね、見かけるのが、ここのね、一番上の結びの付け根のところがね、こういう風になってたり、ここの金具とのね、接点がこういう風になってたりね、するんで、そこだけね、注意した方がよろしいと思います。強度ね、ちょっと落ちますんで。で、余り糸は、で、こちらでね、ちょっとパワーを見てみましょうか。ちょっと強化チューブ入れようかな。この強化チューブ、ちょっと強化チューブ持ってみますね。結構ね、このクリンチノットもね、
いろんな結び方があって、上の方でね、バッテンして、バッテン状態でね、紹介してる方の動画も結構ありますんでね。自分の場合は、それの場合は2と呼んでるんですが、さほど強度がね、出ないと思うんですけど、見た目ね、一見見た目、同じなんですが、上の付け根のところでね、ねじれてしまってね、ちょっと結び方の順番が違うのか、違う結び方なのかわかりませんが、自分はちょっと区別するために2と呼んでるんですけど、この今やった結び方だとね、結構強度出ますんでね、皆さんにお示ししたいと思って今強化中通してるんですが、ちょっと戻しましょう。倍率非常に強いノットですよね。トライレンノット、ね、インプルーブドトライレンノットっていうのもあるんですが、クリンチノットなんですが、すべてクリンチノットだけでかなりあるんで、それ一つ一つ紹介してってるんですが、00ね、テストポンド00、30ポンド。じゃあ引っ張っていきます。すごっ！よいしょ！結び目は何ともありません。ラインが本線から切れました。ちょっと結び目拡大して見てみましょう。重なってるといった部分は分かりづらい。表面はね、ここ2本平行巻きされてるんですが、この裏面で、裏面の上の部分、ね、ここでね、こういうふうにクロスしてしまってたりね、この金具との接点のところ、斜めのところでクロスしてしまったりしてると強度が落ちます。以上、今回はね、このダブルクリンチノット、通称ダブルクリンチノットですね。昔のね、英語圏のね、なんか本で読んだんですが、英語圏の、昔のアングラは、ダブルクリンチノットと呼んでたみたいです。トライレンノットね。で、クリンチノットみたいにね、ちょっとやってみましょうか。インプルーブド。ダブルクリンチっていうのを買って、ラインを下から入れる。途中まで同じなんですが、下から入れるね。で、もう一回下に入れますね。さっきと。で、手前から1、2、3、4回回して、下から入れて、入れたこのラインを、この折り返したばっかり、ね、皆さんがやってるクリンチと同じね。もう一回入れて、で、こう縛るっていう方法もあります。当然ね、湿らせてね。ギュッと。で、端線もね、締めます。これがね、インプルーブドトライレンノット。余ったラインはカット。以上、今回はね、またしてもクリンチノットのご紹介でした。それじゃあね、またお会いいたしましょう。